諸君が人生の岐路で選んだ道が地獄につながっているとしたらどうかな。今から400年以上前の1587年2月8日、イングランド中部ノーサンプトンシャー州にあるフォザリンゲイ城。シンクのドレスを身にまとった高貴な女性が一段一段階段を登っていく。このような機会を与えてくださったエリザベス女王に感謝します。そう語る女性の名はメアリー・スチュワート。スコットランド女王だ。聖職者や見届け人が集うグレートホール内は静寂に包まれている。メアリーは落ち着いた様子で周囲の反応を見渡し、ドレスの裾を整えながら床に膝をつくと、細い首を弾頭台に横たえたんだ。処刑人がゆっくりと近づき、斧を振りかぶった。そして勢いよく振り下ろした斧はメアリーの後頭部を直撃。苦しそうなうめき声がホールに響いた。処刑人がもう一度斧を振りかぶる。今度こそ斧は首に命中し、処刑人がメアリーの生死を確認すると、まだ生きていたんだ。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。マダモアゼル、つけたらすこよいも最高のヘモグラビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっぞ、言うの。闇人形のヤメリですわ。首が切れないということは人間じゃないのですわ。私たちのお仲間、歓迎いたしますわ。歓迎しなくていいし、人間を勝手に招かないでくれるかな。さて、今夜お話しするのはスコットランド女王メアリー・スチュワートについて。彼女は女王でありながら数々の幽閉と脱出を経験し、最後には処刑されるという壮絶な人生を送ったんだぞ、言うの。敷かれたレール。まずはこちらの絵画を見てほしい。絵画の中央で横たわっているのがメアリー・スチュワート。彼女はスコットランド女王で当時45歳だった。メアリーの白い肌が周囲の暗さとのコントラストで強調されている。目隠しのための白い布を巻いている女性と、その隣で嘆き悲しんでいる女性は彼女の次女だ。メアリーはこういった人が集まる場所で服を脱ぐことを頑なに拒んだ。しかし罪人である彼女の意見は聞き入れられず、囚人監視の中下着姿にさせられたんだ。メアリーは泣いている侍女たちに別れを告げ、ひざまずいて処刑の瞬間を待った。静まり返った中、祈りの声だけがホールに響き渡っていた。何故彼女は処刑されることになったのか。罪名は反逆罪。女王なのに反逆罪ってどういうことですの？それにはスコットランドとイングランドの複雑な政治的背景が関係しているんだ。ではメアリーがなぜ反逆罪に問われてしまったのか、どんな女性だったのか見ていくぞ。1542年12月8日、メアリー・スチュワートはスコットランド王の長女として生まれた。しかし生まれてわずか6日で父であるジェームズ5世がイングランドとの戦いで亡くなってしまう。こうしてメアリーは生後6日という若さでスコットランド王位を継承することになったんだ。そしてメアリーが5歳になった頃、フランス王大使との婚約が決まり、フランスに渡る。彼女はフランス宮廷で大切に育てられ、15歳でフランス王大使のフランソワと結婚。結婚の翌年に国王が急逝し、夫のフランソワが即位した。そのためメアリーは16歳にしてスコットランド女王とフランス王妃の2つを戴冠することになったんだ。幼なじみのようにして育ったメアリーとフランソワは幸せな結婚生活を送っていたのだが、ある時病魔がフランソワを襲う。あなた。メアリーの願いも虚しく、夫のフランソワは結婚から2年半で病死、メアリーは18歳にして未亡人となってしまったんだ。まだ10代ですのに、めちゃくちゃ波乱万丈ですわね。まあね。だけどこの後も彼女の人生はずっと波乱が続く。この後夫を亡くしたメアリーは13年ぶりにスコットランドに帰国するのだが、スコットランドの情勢は大きく変わっていたんだぞ。メアリーがフランスにいる間にスコットランドでは宗教改革が起こっていた。国民にはプロテスタント教徒が増えていたため、敬虔なカトリック教徒だったメアリーはあまり歓迎されなかったんだ。なんだか暗いし田舎臭いわ。メアリー自身も幼くしてフランスに行き、華やかなフランス宮廷で育ったことでスコットランドが地味でダサいと感じていた。そのためメアリーは公の場以外ではフランス語を使っていたという。そんなメアリーが22歳の時、運命の出会いが訪れる。相手は狩猟や乗馬が得意ないとこのダンリー卿ヘンリー・スチュワート。メアリーより3歳年下のダンリーは金髪碧眼で優美な顔立ち、おまけに高身長でスタイルも抜群。趣味も合うし信仰も同じカトリックだ。こうしてメアリーはあっという間に恋に落ちたんだ。そして出会って5ヶ月目、私ダンリー卿と結婚しますわ。あまりに早すぎる結婚の決断に周囲からは反対の声が上がった。だがメアリーは、私は女王、女王の夫は自分で選びます、そう言って誰にも耳を貸さなかったんだ。こうして強引にスピード再婚をしたメアリーだったが、今度の結婚生活も長くは続かなかった。なぜなら結婚後ほどなくして夫ダンリーの化けの皮が剥がれるから。
衝動で結婚するからクズを捕まえちゃうのですわよ。でも私、クズのお話は大好きですわ。さあ、借金したお金パチンコで使い果たして臓器を売るのですわ。そんな牛島くんに出てくるような自爆タイプのクズではないけど、このダンリーという男によってメアリーは地獄を見る羽目になるんだ。3人目の男。2度目の結婚後間もなく、メアリーのお腹に新しい命が宿っていた。だが、ちょうどその頃からダンリーは傲慢な本性があらわになり、自分の王権を要求するようになる。酒に酔って暴力を振るうこともあって、メアリーの気持ちは冷めてしまったんだ。メアリーの愛が冷めてしまったのは自分の行いのせいだったにもかかわらず、ダンリーは彼女の不倫を疑うようになった。まさにクズ。相手は当時メアリーが頼りにしていた秘書官のリッツよ。よし、結婚は明日だ。ダンリーは密かにある計画を企てていた。1566年3月9日、エディンバラにあるホリルードハウス宮殿で食事会が行われていた。その食事会にはメアリーの秘書官リッツィオも参加していた。突入だ！食事を楽しんでいたメアリーたちのところへ突如武装した集団が現れ、リッツィオを捕らえたんだ。助けてくれ！リッツィオはメアリーに助けを求めるが、彼女はダンリーに羽交い締めにされ身動きが取れない。武装した集団がリッツィオに襲いかかる。リッツィオの絶叫は何度も響き、その声はだんだん弱くなっていった。リッツィオはメアリーの目の前で体中をメタ刺しにされて殺害されたんだ。その際の刺し傷の数はなんと56箇所にも及んだ。その後ダンリーによってメアリーはお腹の子供と共に幽閉されることとなる。どうにかここから脱出しないと、彼女は知恵を絞りダンリーを懐柔することにしたんだ。あなたは反逆貴族たちに利用されているだけよ。あなただって彼らにいつ裏切られるかわからない。そんな風に優しい言葉で語りかけると、単純なダンリーはメアリーの言葉を信じた。こうしてメアリーは宮殿を脱出することに成功したんだ。ダンリーは伝説級のクズ男ですわね。でもこれだけブチ切れてるってことは、もしかしてメアリーのお腹の中にいる子供はリッツィオの子じゃないですの？そういう噂もあったみたいだけど、確かな証拠はなかったし、ダンリーも子供を正当な王子と認めているんだ。メアリーはその3ヶ月後、エディンバラ城で息子ジェームズを産む。しかし生まれてすぐ息子はプロテスタント派の貴族の下で育てられることになり、メアリーから引き離されてしまうんだ。後継ぎの息子を産み、メアリーは今度は自分が暗殺されるのではないかと危惧するようになった。暗殺の不安から軍人であり側近のボスウェル伯爵を頼りにするようになるんだ。リッツォのことがあったにもかかわらず、またしてもメアリーはボスウェルに惹かれてしまった。やがて2人は関係を持つようになるが、メアリーはもちろんボスウェルも既婚。そんな中で事件が起こるんだ。1567年2月10日、天然痘にかかったダンリーは療養のためエディンバラ郊外の教会にいた。ボスウェルに看病に行くよう言われたメアリーも教会に。するとその夜、突如教会が爆発したんだ。焼け跡の中からはダンリーの遺体が発見されたのだが、爆発による損傷が見当たらず、どういうわけか絞殺された跡が見つかった。おそらく何者かに暗殺されたのだと見られた。事件後、女王の夫暗殺事件の報は瞬く間に広がり、当然というべきか疑いの目が向けられたのはメアリーとその愛人ボスウェル。特にボスウェルは事件後間もなく離婚していた。そのためメアリーと結婚するために邪魔なダンリーを殺したと見られたんだ。一説によると教会に潜んでいたボスウェルの仲間が爆破したと言われている。この事件の後、ボスウェルは殺人の疑いがかかったが、彼は権力を使って無罪を勝ち取った。そして夫ダンリーの死からわずか3ヶ月後、メアリーはボスウェルと結婚したんだ。明らかにボスウェルが怪しいですわね。そうだよね。ダンリーが亡くなって数ヶ月で結婚しているから、国民も同じように考えたようだ。だからメアリーの3度目の結婚は全く祝福されず、通夜のような雰囲気だったらしい。そしてこの後メアリーは運命を左右する決断を迫られるんだ。死へと向かう決断。その後メアリーは王権争いによって何度も幽閉されることになるんだが、2度目の幽閉から逃げ出した後、縁故のあるフランスに亡命するかイングランドに亡命するかの選択を迫られた。メアリーの育った地でかつては王妃でもあったフランス、対するイングランドは政敵であるエリザベス女王のお膝元。フランスならかつての王妃をきっと助けてくれる。側近たちはフランスに逃げる心づもりをしてメアリーの決断を待った。そこで彼女が選んだのはイングランドへの亡命。もしここでフランスに亡命することを選んでいたら、メアリーの運命は違ったものになっていたのかもしれない。3度目の結婚後、メアリーは反ボスウェル派の貴族に捕らえられる。スコットランド中部のレーベン湖に立つロッホレーベン城に幽閉されたんだ。湖上に立つ城からの脱出は困難を極めた。そしてそんな中、メアリーは身ごもっていたボスウェルとの子供を流産してしまう。さあ、どっちを選ぶ？
貴族たちにボスウェルの命とスコットランド女王を退位を天秤にかけられたメアリーは泣く泣く退位を選び、息子のジェームズに王位を譲ったんだ。幽閉から約1年後、メアリーは見張りを懐柔して城から脱出し、挙兵したものの反乱軍との戦いに敗れ、反逆者として追われることになる。こうして外国への亡命しか選択肢がなくなったメアリー、政敵でありいとこのエリザベス女王に助けを求めることを決断し、再びイングランドに渡ったんだ。でもどうしてイングランドを選んだのかしら。私ならフランスを選びますわ。かつてはフランス王妃だったのでしょう。そうなんだ。この選択が重要なものになることはメアリーも分かっていたはずだが、彼女にはどうしてもフランスに行けない理由があったんだぞ。言うの？処刑台への道。フランスにはメアリーの親戚や友人がたくさんいた。亡命すればきっと彼女を助けてくれただろう。しかしメアリーは映画を極めた自分の一番いい時期を知る知人たちに今の落ちぶれた姿を見せたくなかったんだ。そのプライドを捨てられなかったがために、彼女はイングランドのエリザベス女王に助けを求め、その挙句またも幽閉されることになる。判決を言い渡します。メアリー・スチュワートは有罪、死刑に処す。イングランド議会によって裁かれたメアリーの処刑が決定。エリザベス女王に18年間幽閉された後、メアリーは処刑されることとなったんだ。しかしなぜ彼女は処刑されることになったのか、それを理解するために諸君に政治的背景について説明をしよう。スコットランド女王だったメアリーとイングランド女王だったエリザベス1世、2人は共にヘンリー7世の血を引くいとこ同士だった。しかし当時のスコットランドとイングランドは緊張状態にあり、決して仲のいい親戚という関係ではなかったんだ。しかもエリザベス1世が正妻の子供ではなかった。そのためメアリーは自分がイングランドの王位を継承するにふさわしいと考えていて、その権利を主張していた。またエリザベス女王もそんなメアリーのことを脅威と考えていたんだ。二人が敵対していたのは分かりましたわ。でもそれがどうして処刑につながるんですの？理由もなく処刑なんてあんまりですわ。それが処刑が決まったのには明確な理由があったんだぞ。エリザベス女王によって幽閉されていたメアリーだったが、彼女を救おうとした者たちがいた。それがカトリック教徒たちだ。彼らは綿密な計画を立てていた。その計画とは、エリザベス女王を暗殺。プロテスタントであるエリザベス女王を暗殺し、カトリックでスコットランド女王のメアリーをイングランドの王位につける計画だったんだ。その後開かれた裁判によってメアリーが関与していたことが明らかになる。そしてメアリーが幽閉されている間に送った手紙が証拠となって、エリザベス女王の暗殺を企てたとして逮捕され、処刑が決定されたんだ。手紙には暗号が使われており、簡単には読めないようになっていた。メアリーはフランス宮廷にいた際に、夫フランソワの母であるフランス王妃から手紙を複雑に折りたたんで封じる方法や国際外交術を教わっていた。だからこそ暗号を用いた手紙を書いていたんだ。しかしそれほど用心していたにもかかわらず、エリザベス女王暗殺計画にメアリーが同意した事実は暴かれてしまった。どうして暗号を使ったのにバレてしまったのか。というのも、実はエリザベス女王にはスパイがいて、暗号化された手紙の内容は筒抜けだったからだ。暗号意味ねーですわ。それでメアリーはどうなったんですの？この後どうなるか気になるミッドナイトは、もう一度サムネとタイトルを見て予想してくれたまえ。1587年2月8日、ポザリン芸場のグレートホールには黒い服を身につけた人で溢れていた。カトリック殉教者の証であるシンクのドレスを身にまとったメアリーは落ち着いていた。このような機会を与えてくださったエリザベス女王に感謝します。エリザベス女王に感謝の言葉を述べ、メアリーは自分がカトリック教徒として死ぬことを強調した。カトリック教徒を抹殺しようと企んだエリザベス女王によって処刑されるのであり、暗殺未遂の罪で処刑されるのではないことを暗に主張したんだ。メアリーは落ち着いた表情のまま弾頭台の上に静かに首を置いた。処刑人が斧を持ち彼女に近づく。勢いよく振り下ろした斧は首には当たらず、メアリーの後頭部を直撃。苦しげにうめくメアリーに処刑人はもう一度斧を振りかぶる。しかし2度目でもまだ首を完全に切ることはできず、メアリーの首は繋がっていたんだ。3度目にして彼女の首はようやく落とされた。処刑人は落ちた首を見物人へ掲げようとメアリーの髪に手をかけ叫ぶ。女王陛下万歳。その瞬間、メアリーの首はごとりと床に転がり落ちてしまった。メアリーの体は18年もの長い幽閉生活で衰弱しきっており、髪が抜け落ちていた。そのため美しく結い上げられた豊かな髪はカツラだったんだ。メアリーの壮絶な死を知らされた民衆は衝撃を受けた。彼女の死後、イングランドとスコットランドの関係は悪化し、宗教的な対立を深めることとなったという。ミッドナイトの諸君、壮絶な最後を遂げたメアリーについてどう思ったかな？よければコメント欄で感想を聞かせてくれたまえ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。